はい、皆さんこんにちは、スナック淳のお時間です。今日はですね、ゲストをお迎えしてやっていきたいと思いますので、楽しみに、10時からねゲストに来てもらおうと思ってますので、本日土曜日恒例スナック淳ゲストに、ユウ吉田さんをパリで活躍中ファーマーフローリストと言っていいのかな、まあ、ここはもうちょっと決めないようにしとこうかな。お迎えします。お迎えしていますにしましょう。はい、さあ、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとね8時半から YouTube ライブの方で、先に予習を始めていたせいもあって予習してまいりました。ありがとうございます。ちょっとね予習のビールでちょっと酔っ払ったかなっていうところもありますけども、しっかりしてますから、その辺トークはまあしっかりしてますから、今日もインタビューをねしっかりしていけるようにと思っておりますので、ぜひお楽しみで。ゆうちゃん来たかな、ゆうちゃん来てくれてんのかな、参加申請みたいなのを出してもらわないとダメなんですけども、ゆう吉田さん、ゆう吉田さんまだ来てないかな。ゆう吉田まだ来てないな。わかるかな。まだですね。あ、でもちょっと出足やっぱり早いですね。今日ゲストを迎えるっていう、投稿してたので出足ちょっと早くなってるかな。皆さん、あ、来た来た来た、ゆうちゃん来たよ。はいはい、どうぞ。あれあれあれじゃないですよ。はい、来ました。あれ、なんか谷口さんが横になってる。ゆうちゃんが横になってるかな。私が横、これ一応端末あれだから。ゆうちゃん縦になる、それスマホが、スマホ縦にすればいいんだ。そう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 、そうなんです。この形なんですよ、インスタグラムの。でも立たない、どうしよう。麦茶で出るかな。あ、いいじゃないですか、ちょうどね後ろに、ゆうちゃんとか花も映ってるし。そう、今さっき、作ったんですよ。あ、素晴らしい。オンラインで、うん、あ、でそうか、そう、今日ね、ズームで。そうそうそうです。あ、素晴らしい。皆さん、ゆう吉田さんです。はい、はじめまして。パリで活躍中の初めましてじゃない人も多いじゃないですか。でもね、見てくれて多分ね、そうですね。ね、はい。これなんか、ね、ゆうじ、そっち今何時ですか。こっちは3時です。15時です。3時、15時、はい、はい。まだ飲めない。ね、でもほらビール、あ、飲みましょう。じゃあ、うん、飲んでいいんですよね。いい、あ、よかった。ちょっと待ってください。これね、
近所の友達が作ってるんです。白鮎で。白湯の近くのうん。クリストたちの幼なじみが作ってるんです。まあ、息子なんですけど。へえ、ラ地味バーなジュとか。感じで。2人でも見つかってあ、まそうす。なんだ。あ、すごいね。なんか音声大丈夫ですか？ぼやぼやしてない。全然大丈夫。じゃあ大丈夫です。はい。開けます。はい。どうはぞ。い。どうも。どうも。久しぶりやね。久しぶりです。ね。待って、待って、見ちゃう。あ、そうやね。このまま、一応ついで。はい。お久しぶりじゃあ、おで久しぶりです。どうす。も。加藤です。めっちゃ緊張するな。いや。さあ、まず、ちょっと、いろいろ、ゆうちゃんの話を教えていただきたいんですけども。あ、そういう感じなんですか。そういう感じなんですよ。あ、そう。なんかただ、そういうただ感飲んじでなんで食すべよ。るだけ。そういう感じなんですよ。はい。あとで、まあ、なんかいろいろね、お互い質問したりとかなんですけど、まあ、ちょっと、今これ、うちのこのアカウントのライブなんで、見てる人、ゆうちゃんのこと知らないっていう人もいると思うんで、そうですね、多そういという思い人ます。のためにも、ちょっといろいろ、どういうことをしてるのかということも、はい、聞いていこうかな。まずは、今は、触りはいろいろちょっと紹介はしてるんですけども、フランス、パリ近郊の花農家さんのところ、シェライ。シェラユというところに、パリからどれくらいですか？車で1時間半ぐらい。65キロだから、そうですね。1時1間時半ぐ間ちょっとか。らいね。ところ、はい。南西、南東、南西ですね。南西部ですね。はい。ロワールまで行かないぐらいの。行かないです。シャぐらい。ルトルって大聖堂があるんですけど、ああ、それしゃ。を。もうちょっと出る際に言うより。ぐらいのね、ところに。はい。あるところに、フォイアジストってね、僕らよく言うけども、花農家さん。葉物とか枝物を主に作ってる。でも、クリストのところって花も結構あるよね。何があるかな。コスモスとか今なら。いや、年で間も通何じも。て別にシャクヤクとかも作ってるんでしょ？ああ、そう、芍薬は結構あります。ダリアとかは？ダリアはちょっとだけ種類があんまりないです。で、あんまり日持ちしないかも。カクタスとかそういうのはないです。アマランサスとか。アマランサスはないです。あ、ないんだ。去年、キヌア？あ、キヌア。アマランサスと同じようにしてるキヌアがあって、すっごい紅葉して綺麗だったんですけど、種を取り忘れたらしくて、今年はないです。使いたかったのに。あ、そう。すごい綺まあ、麗。そういう感じで。で、まあ、主にじゃあ、葉物、枝物を作ってる、生産者の、ところ。まあ、でも、そのクリストフを頼ってというか、クリストフのところがあるから、そこに移り住んでっていう感じで。っていう。そうですね。あの仕事が興味深かったのと、あとまあ子供も生まれたし、こう子供育てるにはあまりパリ良くないかなと思って。もともとは、ゆうちゃんは日本で、フローリストとして仕事をしていて、何年ぐらい？日本では。17からアルバイトで入って、お。30歳の頃に留学でパリに来たので、結構、じゃあもう、長かったよね、13日か。本。13年。で、
と、パリに、その後、行って、その時ってワーホリ？ワーホリでした。ワーホリで2013す。年。多分谷口さんに初めて会ったのもその頃じゃないかな。そうやね。肉鍋屋かどっかでご飯食べた。に比べそうだね。由美さん、斎藤由美さんに、そうそう。斎藤由美さんに呼び出されて、俺が。メゾンで、かなんかで忙しくしてたのに呼び出されて。呼び出されてた。ゲストが、由美さんのところにレッスンで何人か来てはるとかで、多分。で、ちょっと出てきなさいよ、的なね。来たみたいな感じで行ったとこで、ゆうちゃんも行ってたと。そう、当時の研修、ローズバッド研修生何人かと一緒にあ、いそうましや。た、確か。そう。だから、ゆうちゃん、日本でじゃあ、もう、ゆうみさんとは知り合ってんの？日本にいたときに。そうです。でも斎ね、藤ゆうみさん。10年くらい前だと思います。ユミさんが多分フリーランスに、バルダを辞めたすぐくらいの頃だと思いますよ。に、青山フラワーマーケットで働いてたんですけど、私、青山フラワーマーケットの、社内教育みたいなのの一環で、外部パートナー講師って言って、外から誰かが講師を連れてくるんですけど、そこで第1回目が多分ユミさんだったのかな。たまたまそのお仕事をフリーランスに切り替えて、一時帰国してた時か何かのタイミングだったと思うんですけど、そう。で、そのブーケレッスン社内のに参加して、なんかもう衝撃的で、それが。器から作るコンポジションと、あとブーケドマリエかな。それこそフューチャーピンクとオレンジとかを合わせた組み合わせとか、当時すごい流行ってた。まあ、日本では流行る手前でしたけど、これをやって、すごいなと思って。で、いつかまあパリに行ったら、彼女のところで勉強したいなって思ったのがきっかけで、でもそれから、何年も会ってなくって、パリに行くのを決めた後に、最初にコンタクトを取ったのがユミさんでした。あ、そっかそっか。で、そこで、行ったから、もうそのバルダ辞めてたから、やめそるかやのめ後は、うんうん、できてた。ローズバッドできてないです。まだできてないんや。あ、ローそっズバッか。ド今年10周年とかじゃないですか。あ、本当。確か。あ、そうなんだ。じゃあまだ、バーソンも、パスカル見てるか。もうやめてフリーになってる時期が少しあったって聞いたんで、その時期じゃないかそのなタイと思ミいング。ます。で、その時に行って。じゃあその時、じゃあ、まだスタージオしてないってことでしょ？違う違う、あ、ユ今ミのさんが話来てしてたたののか。は、ユミさんがそう、日本で社あ、内来てたのレッか。スンしてた時の。で、あ、そそういうのこ後とか。は、そう、もうローズバッドができてて、で、そう、そこで研修もしたいし、ユミさんにお花習うって言ったら、まあ、当時はもう行くしかなかったから。あんまりユミさん多分その頃日本に来てレッスンとかしてなかったんじゃないかそうかな、そうやな。ね。だからそう習いに来ました。そっか。で、行って、1年間、ワーホリは。で、そのうちの3ヶ月をローズバットで、スタージオ。最後の3ヶ月がローズバットでした。ああ、す最ご後いか。人気で、当時。空きがなかった。最初何してたんじゃ。最初の3ヶ月で大体散財して、もうお金がなくなってきて、同居してた方が、もう隣に今いるんですけど、あ、そうな。日本で同居してた日本人の女性が、
旅行とか好きだし、毎日飲みに行くような人で、うん。なんか毎日一緒にいたら、ちょうどお金がなくなって、で、3ヶ月くらいして、これまずいなと思って、で、ちょっとまだスタージ始めれないけど、まあ、よくランジキューバとか見に行ったりしてたんで、こう素材見て、こう、なんか日本と違うもの面白いなと思って。だからなんか市場で最初研修できないかなって思ったんですよ。まあでも新ま鮮だなそ感の頃じからやっで。ぱそういう視点はあったんで、やっぱ自分のなんか目で見てなんか面白そうだなっていう、なんかみんなこの道通るからローズバッドでスタージュしてとかっていうんじゃなくて、これ面白そうだなみたいなとなんころかが。せっかくだからもう一個くらい花屋じゃない何かできたらいいなと思って。で、ローズバッドに行ってユミさんとバンソンに相談したら、面白いおっちゃんいるよって言って、そこでさんがクリストフで、そう、全然フランス語も分かんないし、わけわかんないなと思いながら、それこそのコートリーの人連れて、クリストフが来るタイミングでローズバッド行って、通訳してもらって、で、そしたら、今忙しいから、ちょうど9月とかの替えとか植え付けの時期で、めちゃめちゃ忙しいから、来るな、スタジオしたいなら今すぐ来いって言って、で、1週間後、もう荷物まとめて住んでみたいな。おー、すごい。へえ。で、クリストのところは割とそうやって、まあ、季節労働者みたいなのもいるの？外国人の季節労働者みたいなのを入れてるの？花のためにはいないです。ほう。家が大きいんですよ、てか土地が。で、もともとかつて麦とか菜の花の生産者だったんで、土地がいっぱいあるのと、あと、納屋とかの建物、修理しないといけないようなところがいっぱいあって、だからそういう工事とか、大工仕事とかをしに来る季節労働者の人とかは、まあ、ちょこちょこいたみたいですよ、今まで。じゃあ、言葉の通じない外国人を研修で迎え入れるみたいなのは例がなかった。恵子さんが、彼ああ、女は、そっか。研修生ではなくて、もう、サラリエで雇われたって言ってましたけど、最初から？まあ、もともと知り合いかなんかで、どういうふうなのでサラリエになったかわかんないですけど、彼女は切り出しの仕事をしたいと思って、白百合に移り住んで、まあ、会社、正社員としそっかてそっ雇か。ってもらって言ってました。最初は。でも、もうペラペラ喋れたと思いますけど、フランス語。そっかそっか。それが、その1年目ってことやんね、ゆうちゃんね。ゆうちゃんだって最初俺と会った時、全然俺とそんな変わらへんかったもんね、フランス語もね。今もあまり変わらないと思いまいすよ。やいやいや、そんなことはない。いや、それはそんなことはないけど、いや、もううちの店でも接客してもらうこととかもあったしね。それはもう全然違うけども。なんか、ちゃんと喋れる人が見たら、多分すごい失礼な感じに。そう。でももう知らない間にね、急に差がついたなっていう感じで。めっちゃ喋ってるやん、ゆうちゃんと思って。思ってたけどね。喋ってるんですよ。で、それ、一回帰ったんやったっけ？そう、そうで一す。年。ワーホリ必ず帰んなきゃいけないから。一回で、それ帰っで。て2014年頃に。で、その後、再度、ちゃんとビザ取って来たのが2015年の12月。これは、青空パリ店の打ち上出すげとで。きにね。あ、そっか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 。
ある意味そこでまあビザ取れたっていうのがね、うん。よかったありね。がたいこと。うありがたいん。ね。ラッキーだ。まあでも、それだけ、まあそう、日本でしっかり仕事をしてて、まあそれが評価されてたっていうのもあるしね、1年やってきてっていうのも、パリうでん、したのでで。も、アオフラの社長とか、あまりに喋れなくてびっくりしてました。物件探しとか内装とかも一緒にこう、スタッフは知っといた方がいいからって言って、いっぱい連れてってもらって、いろんな人に話してたんですけど、最初は特に何も言ってこなかったけど、途中からも社長が英語で喋り出したりとかして、ある日の夜の食事会の時に、実は喋れないでしょって言われて はい だと思ったよって言われました あ、そう。まあでも、できないこともできますって言ってやっていくのが、まあ、花屋の仕事みたいなとこあるからね。いや、でまあ、もおいおそういう。い覚えておけばいいよって言ってくれたのでああ、ありそがとうございますって言う。って ああ、よかったね。素晴らしい。そうです。そしいや、て、はい。じゃあ、青倉さんはどのくらいいてて、フパリーリタ店イもほとム。んどいなかった。半年もいなかったで半年ぐらい。で、クリストのす。とこに移り住んだのはいつぐらいだったっけ？2016年の秋くらいかな。はい、秋。じゃあもう丸4年？丸4年、はい。丸4年になる。ああ、そう。へえ。まあさっき言ってたようなきっかけで。そうですね。まあでもその頃はまだ子供がい結な婚かっしてたかから。ら？そうですよ。結2000、ち婚してょうどからだじゃから独立してきた2015年の再帰国でした。12ん。月、テロになったすぐ後ですよね、ああ、多そっ分。かそっか、あの頃か。そうです。あの頃に、もうすでに半年以上前から、結婚するっていう書類を市役所に出してたんですよ。区役所が。で、なんでも結婚することは2015年の12月にもう決まっていて、で、結婚して、まあ、その後、9ヶ月でお風呂辞めちゃったんですけど、で、そうそう、うち夫コーヒーが、コーヒーでも。現代アートやってて、どんどん作品が大きくなっていっちゃって、ストックする場所をパリ探すの大変なんですね。うん、で、なんかこう、借りれる大きなところないかなっていうのもあったし、私もアフラやめて、じゃあ生産をまたクリストフのところ行って、なんかやれたらいいなと思ってたし、家賃も安いし、じゃあ引っ越してみようかなみたいな感じで。そこで。うん。いや、でも、引っ越なしんてきか、ました。面白いね。いうん。ろいろ面白いね。そんな感じで。うで、今は、切り出しという、仕事を手伝って。で、どのくらいの割合？もうでもコロナ禍で変わったもんね、随分その割合がぐーっと変わったもんね。そう、だからそれこそ2017年くらいの頃かなは、ほとんどクリストフの切り出しの仕事週に関して、あとはもう暇みたいな、ずっと。で、たまにそれこそ元チョルチュのファビアンああ、ファビアンね。そうから仕事をもらって、大きな旅行しにスペイン行ったりとか、なんかそういうの連れてってもらってたんですけど、まあ、それも1年間に数回とかしかなくて。ちょうどそのスペインのお城のデポにファビアンと一緒に行ってる頃に、谷口さんからメッセージ来て、暇な日あったらちょっとお店。だから、そこからアイドにちょっと手伝いをした感じでした。そうやね。その、そうかそう。でも、その時って、
子供いてたっけ？まだいなかっまた。だいなかったよね。そうやね。そっかそっか。あ、だからその時はまだ。あ、そっかそっか。で、来れるってなって、来てくれるってなって。そうそう、もうでも白石住んでたから、遠いやろうと思っててね。そう、遠かっね。た。通える？みたいな感じだったもんね。しかも最初車がなかったんで、うん、そうやそうや。白い湯から15分畑を通って、自転車でバス停まで行って、なかなか日が昇ったら行きます、日が暮れるはい頃はい、にあ、分そかうやりそうやますそうみやたそいな感じで、うやったね。ああ、そう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 。その時 YouTube まだ絵にもいてないし。いなかったですいね、なかっ最初、たサーヤね。です。サーヤでした。そうそう。あ、そうそう。日本から、スタッフが入れ替わり行ってた頃とかね。そうそうそう。なんかこう、いろいろやったもんね。ゾーイとサーヤ。あ、そうかそう。ゾーイもいてたんだね。ゾーイもいてた頃だ。ああ、そっかそっか。ゾーイ、そういえば、動きも来てくれて、一緒になんか遊んだのに、全くそれ以降連絡がないんですけど。うち来てお寿司食べまくって帰ったのに もうメッセージしてもらわれてんじゃないかそういうやつやな、あいつら。そういう人です。これはフランス帰ってきてたよ、パリに。あ、いないんですか、フランスにずっと。普段ロンドンに行ってるみああ、知らなかった。全く、そういう、そういうやつやね。ああ、そう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 。あ、そうそう。で、それしてて、今、うちはまあちょっとその、赤ちゃんできてから、子供生まれてからは、一回もちろん休み入って、で、ちょっとまたあれやんね、ちょこっと来てくれてたもんね。預けそうらでれするね。ようになってね。1歳になる手前くらいからちょっとまたそうやね。行かせてもらって、うん。そう。で、で、そんな中、コンフィルも入ってたのかな、そうやロックダね。ウン。まあ、それが入ってね。ロックダウン入って。で、そう思ってたら、パリに白百合の花を届けますというのを始めて。だから、産地直送というか、産直の販売みたいな。で、それって、ニーズがやっぱ増えるというか、コロナ前はそれをしてもどうかなっていうのがあったり、そこに目が向いてなかったところが、そのコロナ禍でロックダウンしたから、そういうニーズがあるなという感じになってきて始めた。まずロックダウンして、で、パリの人たちがどう過ごしてたかってあんまり想像がつかなかったんですけど、っていうのも、うちは外出禁止とか、1時間しか外出しちゃいけませんとか、許可証を持ってじゃないと外出れませんとかっていうのがなかったんですよ。っていああ、うのそも、の、私有地だから全部、すごい広い庭が。だから、まあ、もちろん村人同士、距離は保ったりはみんなしてましたけど、自由に外出て庭で日向ぼっこしたりとか、全然スーパー行ったりするのが大変なくらいで、あとは普通の生活をしてて。普段からだからもう特にどっか行ったりっていうことじゃなくても、その周りで生活できるようなそうそう。感じの、まあ、だこかのら、ないのが、その3、4月から始まるクリストフの切り出しが、今年はないね、なんて言いながら過ごしてて。
大体ね、11月今くらいから2月いっぱいまでクリストフ、花切り行かないんですね、売りに。ご飯がないから。で、大体3月中旬くらいから花の切り出し始めて、パリにこう再開するんですよ、行くの。それが今年の6月なんですちょっと待ってね。今これ聞いてる人が、まあ、そのフランスの花農家さん、ボヤジストと呼ばれるような人たちが、まあ、フランス産の花、ね、ランジス市場行くと、7割から8割はオランダからの流通なんだけども、競りという仕組みがないので、フランス産の花っていうのは、農家さんが直接ブースを持ってて、そこに販売に来てると。いうのがあるんだけども、クリストフっていうオヤジストは、ランジス市場にブースを持ってるんじゃなくって、トラックに積んで、まあ行商みたいな感じで、パリのフローリストを回って販売してると。で、他の花農家さんたちもそうなんだけども、フランスの人たちは、日本の農家さんとちょっと違うのは、もう冬場仕事しないと。まあ、花できないので、もう冬は仕事、まあ、ちょっと寒いっていうのもあるやろうね。北海道みたいな、北海道まで気温低くならないけど、まあ、緯度的には北海道とかと近まあ、いみ札たい幌はちょっと近い。な。ね、なので、冬場もその花ができないからっていうのと、まあ、フランスの農家さんたちはみんな割と季節で動いてて、季節外のものをハウスで燃料を焚いて育てるみたいなことはしてないので、冬場も何もできないっていう感じ。昔ながらの季節に合わせたサイクルで仕事をしてはるということもあって、11月から2月までは、クリストフも花切りはしないと。ただまあでも仕事はあるんでしょ。準備の仕事みたいなことはしてるんでしょ。もちろん冬場。畑あるので、畑は毎日いじってるし、あとなんか凍っちゃうから、次にこう1週間に1回くらい土をこう返して、っていう仕事と、あとは納屋の修理とか、こう家の中でできるようなことをやってます、工事仕事とか。で、ユージャンが手伝ってるのはもう花切りだけなの。クリストフの仕事に関してはそうですね。まあ、できたものを切って収穫していくみたでも子供生まれる前とかは、もっとやれって言われて、ビネってなんて言ったらいいんだろう、手入れする作業とか、こう雑草が一緒に生えてきちゃって、後で採荷するときに、めんどくさくなるから、こうすごいちっちゃい、スカビオサがすっごいまだこんなちっちゃいうちに、他の雑草と見分けて、スカビオサだけ残す作業とか、なんかそういう仕事とかもやってましたけど、子供生まれて大変そうなのを見て、やるとは言われなくなりました。まあでも、手伝うことも言ってますけど。その辺は何？結構なんていうの？こういう仕事があるから、これをやって、これだけしたからいくらとかっていうんじゃなくて、もう、なんかちょっとこれ手伝ってくれよみたいな感じ。花切りするときの仕事は、お金、時給制でもらってます。まあそういうことね。でも、時給制だけど、結構、隠れノルマがあって、1時間でどれだけ切れたかメモしろって言われて、少ないとチェックが入ります。お前のこのやり方が悪い。でもなんかもう人生が全然大きさが違うとか、そういう問題もあるのに、全く考慮してくれない。でもそそれ、の畑の手入れの仕事とかは、全く自分の時間内に、こう、まあ、彼は今後自分の仕事が続けられなくなった時に、誰かにやってもらいたいっていう思いがあるから、
ね。誰かに知っといてもらいたいから、覚える、勉強しろっていうので、手伝い、完全に。で、他にどれくらい、何人ぐらいでやってるの？クリストのとこの仕事って。あと、恵子さんだけかな、切り出しは。あ、じゃあ3人でやるってこと？で、去年では、ルーマニアから、季節労働者の人が来てて、その人は工事するのもできるし、花切るのもできるし、割と何でもオールマイトにできたから、彼もいたし、あと、鶴ちゃん。つるちゃんも言ってたね。夏場来てた。だから結構夏頃だったルね。ーマニアから来る季節労働者はフランス語も喋れるの？喋れます。喋ってた。そうか、そう覚えて。か。あ、じゃあ結構でも変動が、人員の変動があるんだね。それはクそう、リストでがも調今年整してはくれそれこそ異例で、夏にそうやっていろいろ人が集まらなくて、そのロックダウンがあったから。で、もちろん花切る仕事も最初はなかったし、でも花ってやっぱ咲いちゃうじゃないですか、いっそうだぱい。ね。で、もったいないなと思ってて。で、ちょうど桜の時期かなんかで、まあこれ届けられたらいいねってみんなで話してて。で、何人かに聞いたら欲しいって言ってたから、じゃあちょっと私もフロリストの仕事として、許可書作れば、まあ、配達できるんじゃないって、まあ、手探り状態だったんですけど、もしかしたらその書類じゃダメって言われたかもしれないけど、まあ一応やってみようって言ってやったら、意外とできたっていう。あ、そっか。じゃあもうあの時にどの国でも起こってた、このできてくる花をどうしようかみたいな。まあオランダも困ってたし、日本でもそれがあったしっていう、まあそういう中でやろうかっていうことやったよね。それもそうだし、あと、やっぱそのパリの人の生活が結構大変だったみたいで、病気になっちゃう、心の病気とかになっちゃう人とか結構いたから、その本人に届けるのもそうだけど、ちょっと具合悪い友達がいるから、その人にプレゼントしたくて届けたいんだけどっていう人もいたり、でも届けたらみんなめっちゃ感動して泣いたりとかしてて、あ、そっか。こ俺んなもに、そうやん。そういえば、ユミさんに花届けてもらったもんね。すごい喜んでましたあ、そよ。うだ。俺、あれの金って払ってたっけ？もらった、エニーから。あ、そっか、そっか。でも結局、ガックス買ったんですけど、あれごで。ぎって。あ、ほんと。ありがとうございます。いや、私の方が多くなったから、差額払いました。本当、ありがとうございます。そうか、そうか。で、その後、まあ、それってどうやったの？それで初めて、まあ、ちょっと解除されたよ。徐々に解除されて。で、なんか、きっかけつかんで、この形でやっていけそうだな、みたいな感じはあった。結構でもいろいろ、ツアーとかもね、これでやれるありし、ます。なんか、注目は集まったというか、で、ゆうちゃんが、やっぱシュラレで花切りしてるみたいなことは知ってたけども、そう、ゆうちゃんから花買えるんだとか、ゆうちゃんが積極的にそれを、そういう、シュラレのワークショップをしたりとか、そういうのを受け入れてみたいなのが、やってるっていうのを知らない人が多かったと思うの。やるっていやっうてか。なかったです。ロックダウンの前は、まあ、いろいろ人間関係がありまして、まあ、あるよ。あるある。うち村に先輩いるので、あるあるある。まあ、あんまりね、こう、彼女もすごいいいものを作るから、あんまり邪魔もしたくなかったし、本当に
彼女のところのレッスンを受けたりとか、セラーユをこれをきっかけに訪問するっていうのも悪くないと思ってたので、ただやっぱり、まあ、そういうのもあって、私はどっちかというと、自分のその切り出した花を、まあ、ランブイエのマルシェとか、そういうところが販売するっていうのを考えてるんですよ。なんかいろいろ、そうやね、なんか何をしていこうかみたいな話してたもんね。ああ、そっかで、そっどうか。やってブース借りるのか、スタンド借りるのかなとか、いろいろ話してたと思うんですけど、そういうことをやろうと思ってて、で、本当にランブイエのグラシオって言って、この場所貸してくれる責任者みたいな人の連絡先もらって、メリーから。コンタクトを取ろうとしてる時にロックダウンになっちゃって。そっかそっでもか。それがやるとベースにあったから、どっちかというと、こう、ツーリストのためにっていうよりは、パリに住んでる人とか、ランブイエとかに住んでる人を相手に、こう、セラーユの花をどうにか売っていけたらいいなって思ってたんです。そっかそそっか。で、今って、そのお客さんって、在仏の日本人の人と、フランス人って割合どんな感じ？う。8人くらいですね。で、どっち？8日本人。やっぱそうなんだよ。どうやってでもそれをね、フランス人にアプローチしていくからね。すごいいいサービスしてるからね。まあでもやっぱり日本人がやってるっていうと、谷口さんにもよくあると思うんですけど、生け花エフェクトかかるので、言ってくれる人いるよね、でもね。特にうちなんかは、枝物とか葉物が多いから、さらにこういうふうに見えるみたいテイストがね、なんかね。そう。でももう今、なんか、インスタグラムのアカウントなんか見てると、どういうものを作ってるかっていうのもわかると思うし、なんかそれを見てくれてっていうのがありそうだよね。全く知らない人とかからも来たりする？あるの。あるんだ。やっぱあるんだね。まあでもそうやってコツコツとっていう感じやね。そうですね。ね。アンマリーとかも届けてもらってね。はい、届けましね。た。アンマリーもすごい喜んでたよ。ああ、よかった。まあでも、もう、暑し花くれたみたいなので、舞い上がってたと思います。なんか、あの人はでも花の綺麗さがよくわかる人だから、すごい好きなテイストやと思うし、花のことすごい褒めてて。あ、本当ですか？よかった。そうそうそう。何の時に送ったんだろう。リラ何ク。だろうね。なんかライすラごいックの華やかだったよ。ライラックかな。多分。そうそう、すごい喜んでて。よかった。そうそう。そう、俺のアシスタントもしてくれてるんだって言っといたから。そうそう、なんか俺のアシスタントもしてくれてるからみたいな感じで言っといたから。ちょっと前に一緒に多分クーランス行ったんじゃないですかね。そうやね。あ、でそうやもいね。なかったか、本人は。いなかったあんか。まりいなかった時やったっけ？いなかった。でも、あれ、ゆうちゃん、狩りの集まりの時は行かへんかったっけ？向こうでご飯あれ、食べ何たの時。曲だったっけ？エスエテル。ニーが初めて行ったとき。エスって、あ、いなかった。じゃあ、そうか、そうか。そうやね。あの時、そうか、初めてか。じゃあ、いなかったね。あんまりね。でも、その配達行った時は行ってたんでしょ？あの時私配達してなかったんで。そうか。ココーヒーヒーたで。ちが行ったんだ。コーヒーと近所に住むドイツ人。そっかそっか。が行ってくれたのね。
最初なんかうちの車だけでコーヒーやってたんですけど、うち車がちっちゃいのと、結構毎回30件とか、注文が入ってて、入りきらないのと、あと時間的に長くなりすぎるのも良くないなと思って、で、近所の人に頼んだら、大きい車出しに行って、2台で行ってました。そっか。それね、もうちょっとなんか、どんどんフランス人にもね、アプローチしていければいいね。いや、綺麗な花。なんかさ、絵にも、クリストフから花どんどん仕入れてって言って、で、ランジス行けへんやん。行かれへんやんか。で、今まあ行ってくれてんねんけど、ウーバーとか、ウーバーかな？ウーバー使って行ってくれてんのかな？って言ってた。やねんけど、それが最初、まあ、ロックダウンがちょっと解除されて、花屋が始められるってなった時に、ちょっと仕入れに行ってもらうのも、ちょっと怖いなと、申し訳ないなっていうのもあって、で、クリストフのところで 花、配達来てもらって、仕入れてって言っててんけども、なんか、やっぱそこだけで作るのが難しいって言ってて、そのうちのテイストのものをね、で、なんか、まあ今まで見てきたものも俺がランジスで買ったもので作ってる感じやから、なんかできなくないなと思うねんけど、ゆうちゃんの作ってる花とか見てたらね。まあ、まあ、谷口さんならできるんじゃないですか。いろいろ、まあまああるけどなっていう気はするけどね、その花種類もいっぱいあんねんなっていう気はするけど、それが、なんやろね、こう、なんかいいテイストというか、やってると物足りないのかな。毎週頼んでくれてる人とかがいて、毎週同じになっちゃうっていうのはあります。で、やっぱり、大体こうベースが毎週同じものを使ってても、例えば葉物とか枝物、みんなフローリストってメインの花変えたりするじゃないですか。ピンクの紫陽花で、翌週はじゃあ紫の紫陽花でとか、それができないですよね。そっか。毎回花はコスモスですみたいな感じです。バリエーション出していくのがね。で、まあまあで時期も、によってはできまそうすやけどね。な。それはほんまに、日本から、まあランジスに仕入れに行って、オランダの花使っててもそうやもんね。やっぱ日本と比べると、種類少ない。種類がね、やっぱ少なくなるからね。その辺は限られてくるのがあるけどね。だから外から見てると、あんなもあんねん、あんな感じのができるんや、みたいなね。あるけど、そっかそっか。そういうところがね。だから今日、さっきも、YouTube でちょっと事前にね、予習しとこうぜって言って、これ見てくれてる人が、その花屋が、その、ローカルの方に向かっていくっていうようなことを、まあ、そのローカライズしていくところのメリットとかね、なかなかそれだけでも、こう、うまくはいかへんっていうようなこととかも、いろいろ喋っとこうと思って、言っててんけども、まあ、なんかやっぱり、その、テイストを、まあ、守っていくというか、クオリティを、その花の綺麗さって言ったり、バリエーションとかで言ったりね、そういうのを保っていく上で考えると、よっぽどじゃないとちょっと難しいやろうなと。なんかやっぱ、俺ら割と素材に頼らないといけないとこもあるし、特に日本で仕事やってきた中でできてきたものやと、もう随分それに甘やかされてるというか、素材がもういろんなものが手に入って新しいものを追いかけてたら、なんとかずっと、同じブーケずっと作ってても、いろんな素材でバリエーション出していけるみたいな中でずっとやってきてるから、それはまあパリって思うのは、
パリのフローリストたちはもうみんな同じ花使うしかないから、自分たちのスタイルを打ち出していかないと、違いを出していけないから、そう新しいスタイルみたいなのが生まれやすいし、もうそれやっていくしかないから、こう、まあその部分で努力してできていくっていうのと、まあ彼らはまあそういうの好きな人が多いから、そういうオリジナリティのあるものを作りたいっていう人が多いから、そういうスタイルができていくっていうのがあるんだろうなっていうのを、その日本人とフランス人の差みたいな部分、どっちが優れてるとかじゃなくてね、なんかそういう環境にもよるんだなっていうのを思ってたんだけど、それがローカルにこう、まあ俺が言ってるローカライズって、その日本の市場で見てると、中央に、全国各地から花が集まって、その花を使って何か作って、それをまた地方に送り戻すようなことをしてるっていうところをなくしていこうとすると、で、あとは SNS でみんなが発信してる中で独自性を出していくのであれば、その地域で取れるものを、もっとその自分の花屋のスタイルの特色として出していくと目立ってくるのかなっていうのがあると。で、なんかそういうことを考えていくと、ゆうちゃんがやってるようなこととか、カール・フーシュがやってるようなこととか、自分で花育てて、それで花を作っていく、ブーケを束ねていくとかっていうので、すごい特色が出てくるし、その今の時代に合ってる、持続可能なビジネスの形であったりとかね、環境に配慮したような、CO2 あまり出さないようなビジネスモデルであるのかなっていうので、そういう方向に進んでいく流れもあるんちゃうかなと思うねんけど、なんか、俺らがずっとその追求してきてるような、なんか例えばレストランで言うとガストロノミーみたいな、美食みたいなことで言うと、綺麗なものを作っていくのに、なんか新しい素材を追い求めたりとか、そういう部分ではデメリットも多いから、そう、どこに着地していくのがいいのかな、そっちに方向に進んでいった時に、いいものがずっとできて、それで残っていけんのかな、みたいな。なんかそういう話を今さっきちょっと YouTube で予習してきて喋ってたのよ、一人でね。あ、一人で？うん。あ、てっきり、誰か生産者の人いやいに言ったかと思いやいやいや、ライブでね、同じようなインスまタグラムのライブみたいなので、ん、最近なんかやって YouTube でもライブましがた。できて、うん、で、それ、まあ、コメントしてくれんねんけど、まあ、こっちよりは圧倒的に少ないの、コメント入るのが。YouTube の方はまだ4000人ぐらいで、フォロワーが。だから、その中で見てくれる人がいてて、コメントしてくれる人がいんねんけど。で、まあ、そこで、まあ、ちょっといろんな人かとそれぞれ話して、こういう形も面白いな、みたいな話とかいろいろしててんけど、まあ、あんま答えは出ず。うん、あ、自分で喋ってて。自分で喋って、まあ、いろんな人の意見聞いてたりとか、うん、あんま答えも出ずっていう感じで、で、10時前になったから、じゃあまた同じようなことゆうちゃんと喋ってくるわみたいな感じで、そっちからもちょっとこっちに来てねっていうので引き連れてきた感じ。すごい、いっぱい見てますね。みんなえ？見るもんね。120人くらい。今、まあ、そうやね。もっと見る日ありますね。なんか、まあ、コンテンツによる、この前のなんか、19周年のイベントの時とかは、いっぱいまた見てたりとかね。これね、なんかちょっと申し訳ないのが、いつもこの土曜日に、これやってる、このスナックあつしっていう番組枠が、もう俺が酒を飲んで、なんか下ネタをダラダラ喋るっていう枠知ってや。ます、見ました。何回か。だから視聴者がちょっと少ない、普段の花の回より。だから、
スナックアツシ。あれが、あれで面白かったですけど。そう、ででもも、ここ私に、は、ここにゲストをね、いつも呼んでんのよ。だからこれがもうちょっと定着してくるとね、こういう視聴者がまたね、増えてくるかもしれんけどね。これでも YouTube 残すから。あ、そうなんですね。YouTube 残す。そうなの。あ、そうそうそう。大丈夫かな。大丈夫、大丈夫。なんか、青札なんのかまずいこと言ってないかな。言青って札の社長の悪口言ったかも。なかった。大丈夫やと思う。全然よくしてもらったな。そうそうそう。いいように言ってたから。大丈でも、その、この間、谷口さんが挙げてた、札幌かな、北海道の認定校を取ったっあ、ていそうそうう、そう、持田さんね。すごい、なんか私は、なんて言ったらいいんだろうな、その、谷口さんが扱う、例えば商材として、なんて言ったらいいんだ、谷口さんってもうスタイルが決まってるじゃないですか、ある程度。でもう、どの花使ってても、こうできたブーケ見たら谷口さんのブーケだなってわかるし、なんて言ったらいいんだろう。結局、それを真似したいとか、こう勉強したくて、いっぱいこう、まあ、谷口さんだけじゃなくてもね、例えば由美さんもそうだけど、みんながそのスタイルを作れるようになったときに、じゃあその人が先生やりますってなったときに、なんかこう、大田市場に集まった全国各地の花を使って同じように再現しても、なんかもう特徴は何もないって思っちゃうんです。だから彼女みたいに地元のお花をこう自分で探して見つけて、その花でこう今まで習ってきたアイロニテイストだったり、いろんなものをこう表現できるっていうのは、すごい、なんていうの、ああ、一つの特ね。徴的に。で、なんか昔、そうやって、商材、花材選ぶ、探し出すっていうのが、やっぱフローリストの仕事だったっていうし、なんかこう、あえてこう、市場に、いい市場に、大きな市場に集まった全国各地の、その花を使うっていうのだけじゃなくて、もうちょっとローカルに自分の住んでる周りのところに目を向けて探し出すっていうのもいいんじゃないかなと思って。そうね。そうそう、それはね、本当に、それが、奈良に行くとか、その人のスタイルを身につけていくっていうことじゃなくても、やっぱ、今、情報本当にたくさんある中で、それが、似通ってくるっていうのは絶対あるし、それは素材の面でも、流通してる素材の面でも、市場自体がやっぱり、他のところの情報を見やすくなってるから、うちもじゃああれ仕入れようとか、あそこから花引っ張ってこようとかになってくるし、問屋同士もそれがあるし、花屋同士もそれがあって、そこはもう、結構、均一化してくるようなところが出てくるからね。で、まあ、素材、ローカルの素材に目を向けるっていうのはね、一つ特色の出し方かなっていうのは、あるね。あと、なんだろう、私がパリに留学した頃よりも、今やっぱりパリに、まあ、今現在はいないですけど、ここ何年か、ローズバットとかで研究してた子とか、もう日本に帰ってても、言ったら、旅スタイルでやってる人いっぱいいて、もう帰ったところで、ローズバットでやってましたっていう名前つけて、やったら成功するっても限らなくなっちゃってるし、だからローズバットらしい感じの花を仕入れてやってても、もう多分限界だと思う。もうわんさかいる。もう東京なんか特に。まあまあ、それが例えば東京じゃなくて、その子が帰って地方にいるんだったら、
その大田市場なり大きな市場行ってまた同じように集めるよりは、それこそ吉香さんじゃないけど地元でいい商材見つけるっていうことしないと、難しよいんじしゃないかかちゃんもまた面白い感じでしてるよね、でもね。ね、声あがね。の人こそ本当にローカルで、そうだね、日本でローカルの形をちょっとうまく追求してる感じやね。でも彼女のいいとこって、もうでも谷口さんもそうだと思うけど、行った先で見つけれるんですよ。なんて言ってるんだろう。例えば、ニューヨーク行ったらニューヨークの家材見つけるまあまあね。でしょ。で、もちろんフランスでも、例えば、マンスクの方でやったときに、なんか市場行ってますよね。みんな、本当に。何もなかったんですけど。それこそ、招待されてたオランダとかもそうだし、まあ、とにかくフローリストって行った先で、こう世界中から集まってくる花を見つけるんじゃなくて、行った先にある花を使ってどうやって自分の色が出せるかみたいなところは結構あると思うから、そういう意味でなんかこう全世界の花がパリに来たりとか、なんかあえてする必要はないんじゃないかなと思って。そう、それはね、でもね、まあ、ゆうちゃん、そうやって言ってくれるけど、ニューヨーク行ってやるときも、オランダ行ってやるときも、なんかやっぱ、まあ、苦労はする。なんか、これで出せてるかな、みたいな部分はあって、で、普段やっぱ、素材に頼ってるなっていうのは痛感するねんか。で、なんかそういうのはやっぱりクリスチャンは、全国、まあ世界中にそのフランチャイズみたいな感じで店ができて、で、どっかアジアの、暑いとこで、こんなとこに歯があんのかな、みたいなとこに行って、なんかでデモンストレーションをするみたいな動画がなんかであってんけど、全然、こう普段扱ってる素材じゃないねんけど、なんかやっぱクリスチャン、あ、これはクリスチャントルチだなっていうものを作ったりするのね。で、そこにはやっぱスタイルが、もっとわかりやすい明確なスタイルっていうのがあって、で、例えばディアボロ一つにしてもそうだし、日本のクリスチャントルチとかも、なんか、あの壁に救われてるところとかすごいあると思うの。あれに行けてるから、クリスチャントルチュだなっていうようなとこもあると思うし、なんか、まあそういう、ハード面みたいなものも含めて、あそこまでのスタイルをこう明確に出して、で、それって、ただパリで仕事してる時とかもそうやったと思うねんけど、バンソンもいて、アレックスもいてっていう風な感じで、みんなそれぞれあんまりそのクリスチャンの方に、収められてたわけじゃないけども、それぞれのクリエーションを生かしてるけども、だから俺らが見てたそのクリスチャントルチの本とかだって、これは誰々が作ったもの、これは誰々が作ったものって、全部クリスチャンが作ったものじゃなくて、でも俺らそれ見てると、ああ、これ全部クリスチャントルチの花だなっていう感じがするのが、そのフランス人たちのそういう独自のクリエーションを、やってる方は満足して作らせながら、他、外から見た人が全部それはクリスチャントルチュの花だなって感じられるような、その大きい枠がちゃんとスタイルがあったんだなと思うと、ああいうものをなんか、こう、しっかり作っていかないと、今のうちが目指してるような、グローバルにこうあちこち行って仕事をしていくっていう形はちょっと難しいなっていうのがすごい感じの。で、それはなんかそのゆうちゃんが
あ、これどこ行ってもアイロニーの花とか谷口さんの花って感じてもらえるのって、そういう影響を受けてる部分で、クリシャンから見たものとか影響を受けてる部分で、こう、なんか俺の中に強く残って、で、それがアイロニー流に昇華されたものみたいなのっていうのもあると思うの。だからなんか、全く独自の形で、こう、違ったことをしていかないと、なんか、その、おそらくそのクリシャンとかって、その時代の流れから、その20年、20、30年くらい前のね、時代の流れから全く違うものを提示していったから、革命的だったっていうふうに言われてると思うけど、なんかそういうのがちょっとこうガラッと変えていったりしないといけないのかなっていうふうには思うねんけど、でそれはもうそのグローバルの方に進んでいくにしてもローカルの方に進んでいくにしても、どっちにしてもそういうスタイルっていうのはもっと明確に作っていかないといけないなっていう、なんか発明みたいなものが必要なんやろなっていうのは思うけどね。なんかアイデアがあるんですか？全然ないよ。全然ないけど。でも今思いましたけど、谷口さんの花って分かるのは、写真も自分で撮ってるからセットなのかもしれああ、そういうね。ない。谷口さんが撮ってるのを見るから、これは谷口さんだなって分かるのか。そっか、まあまあ写真っていうのは一つの個性かもしれないね。SNS もそうだし。そうね、発信の仕方とかね。SNS 上でやっぱり谷口さんが作って谷口さんが撮った写真アップしたら、すぐ分かるから。まあでも、全世界の谷口さんファンはみんなそう思ってるんじゃないですか？あ、この写真、この花、谷口さんだみたいまあ、分かってくれる人というか、その反応してくれる人とかはね、パリにレッスン来てくれてた人とかはね、なんかそういうふうに感じてくれてるんやなっていうのはなんとなく分かるけどね。まあでも、その自分がどう感じてるかっていうのもあるしね。そこはなんかもうちょっと、なんか、ガラッとそういうのね、発明していいからな。なんかその、あんま好きじゃない人も多いけど、ジェフ・リーサムとかだってそうやん。もう、もろ、スタイル。スタイルっていう感じやジェフイゲ？ジェフ投げ？わかんないけど。ん。こういうのですね。ああいうのもある種も発明やし、だからなんかそういう部分をもうちょっとこう提示していかないといけないのかなっていうのは、思うけどね。で、その上でなんかそういうのがあって、その時代の流れに合った、ローカルに進んでいくのか、ビジネスの形をどうしていくのかっていうのが、そのさっき YouTube で話してた時も思ってんけど、そもそも、なんか、素材としては、日本のマーケットでね、素材としては、全国のものが集まるっていうのが、別に不自然じゃないことかもしれないなと思って。素材が中央の市場に集まるのは。で、なんか、俺らみたいな花屋が、偏ったことをして、お客さんのエリアを広げようとするから、だから昔の花屋たちってみんなローカルのお客さんに対してビジネスしてたから、だから一方向しかなかったのね。市場に花が集まる。で、それを近くの花屋が買いに来て、で、その近くの人に売ってるから、なんかそこはもう、こう、特にそれが、今、俺らが感じてるような
福岡から来て、福岡にまた花帰っていったみたいなことはなかったと思うんだけど、そういうのが、なんか俺らのビジネスのスタイルも、そういう、その不自然な状況みたいなのは、一つ生み出してることにはなるのかなっていうのがあるけどね。うん、そうだね。ね。そうですね。難しいなと思うけど。それがだからうちもパリに店を、まあ、置いてるやんか。で、やっぱその3つで考えるの。こう、例えばローカルに進んでいくときに、なんか、じゃあエリアを区切ったとしましょうって言って、アシア店で扱うものは、もう関西の花だけとかさ、西の花だけ買うよ。市場で仕入れするけども、買う花の地域を限定しようかなとか、兵庫県だけにするとかね。で、東京も、関東の花だけにするとか、東京の花だけとかっていうの無理やし、そういうふうに仕入れるエリアを例えば区切ったとして、もうパリ店フランスの花だけ使う、オランダの花買わないみたいな形にしていったら、それぞれ特色出やすくなるのかなと思ったりとか、なんかそういうのもいろいろ考えるけど、なんかそういうのってこう、なんかものすごく極端にやらないと意味がないし、でやっぱり自分で農業みたいな感じになってくるんだ結局ね。で、それで本当になんか成功してる人ってもう、あの、アラン・パッサールしか思い浮かばへんの。そうですね。だから、なんか、まあ、業界も違うし。なんかどうなるね。カール・フーシュとかもランジスよく来てるしね、なんか。まあ足りないですよね、絶対。なだって、言ったらアラン・パッサールはちゃんと、ジャルダンというか、まあ、ポタジェの人を、なんて採用の人を、プロを雇って、作ってもらってるけど、カール・フーシュは言ったら、自分でクリットみたいな人手入れをしてるし、一番に並ぶような、本当にちゃんとしたいい花は、多分作れても少量だと思うから。ああまあ、そう、規模感の問題もあるね。で、多分1回に10人とかのお客さんも来るし、レッスンの時とかも。だから完全に多分仕入れないと足りないはず。そうやね。まあ一人でフリーランスで動いてるのと、まあ、店があってある程度こう客数が決まっててこれだけの花を自社で生産するっていうねのとはまた違うやろからね。そうですね。なあ、お店はそうですね。まだ私が市場でやりたいとマルシェにスタンド出したいって思ったのも、やっぱ店は無理。ああ。転がるんです。週に1回とかマルシェに出して、まず花が追いつかないですよね、毎日って。やっぱ週に2回くらいしか切れるもの成長しないので。月曜日に花切ったら次は木曜日までつぼみのものしかないみたいな感じになっちゃうし、そしたらやっぱり足りないってなって市場頼りしてないし、まあ、別に市場頼るの悪いことじゃないんですけど、まあまあね、そうやね、でもなんかそれをさこうまあ規模の問題もクリアして自社で作るものが、
コンスタントにいろいろ入ってくるっていう問題をクリアしてる部分も、アラン・パサール、それをクリアしてるっていう部分もあるけども、なんか、料理のことは詳しく分からへんけど、こう、そもそもの、なんか、創作の、こう、能力みたいなのもやっぱすごく高いように思う。なんか、その季節の、その素材で、その日に、こういう野菜が入るよっていうものを、こう、それを、三つ星を維持するような料理に昇華させるっていうのは、なんかそこまでの力を、俺らフローリストも、こう持っておくと、素材がないからこれができないとかっていう部分を、ちょっとずつでもまあクリアするような、クリエーションがあんのかなっていうふうに思うし。そうですね。特に日本になんかいたら、この花がいつの時期なのかみたいなのって、知らない、お客さんは知らないかもしれないけど、その、フローリスト上がりじゃないんですよ。花屋で勤めたことがない人なんかは、個室の先生やってる人とか、時期とかも意外と知らなかったりするのかなって。そうだね。まあ庭やってたりするとね、本持っ当のてる人人は。みたいなのね、ある程度分かってたりするやろうけどね、切り花だけの仕事してる人とかはね、全く分からへんよね。もう、で南もそうから。なってくると本当にデザインというか、なんかでもやっぱり最近もうみんな日本の方同じいなや、んですまあ、か？なってくるけどね。もう、見てるし、なんあか、とやっぱ寄っちゃうのはあると思うんですよ。例えば、私アイドニーに手伝いに行ってると、やっぱり夜ね。ブーケの作り方とか、アイドニーの作り方に寄っちゃったりとか、なんかそれを抜くのが結構大変とか、なんかそういうのとか、と思うけど、でもなんか、デザインだけじゃなくて、まあ、商材とかね、見つける。画材を見つける部分っていうのも結構大きなのかなと思って、そういう意味ではローカルの花に目を向けるのも悪くないかな。なんかさっきコメントで道の駅に売ってるようなお花でどうしろっていうのみたいな感じのコメントされた方がいたんですけど、でも意外とそういうところに目をつけるっていうのはすごいいいのかなって思っちゃうんですけど。そうか。道の駅に売ってる花で何が作れるかみたいなね。そそれ、めっちゃ面白いかもしれんね。う YouTube の企画として。ああ、なんかフローリストです俺ね。がいろんなとこに行って、道の駅で 花を仕入れて、ブーケを束ねて、写真を撮るみたいなね。ああ、いろんな道の駅にね。ああ、それは面白いかもしれないね。聞くしかないとか絶対あるし。面白いと思そうね。ね。でもなんかそういう部分でも、こう、クリスチャン・トルチュが偉大だったなと思うのは、なんか、いろんなものを、使ったよね。提示したというか、おお、みたいな。あ、こういうのもこういうのもあって。なんかそれが、まあ、最近ちょっと俺もわからへんけど、今のその日本の店がどうなってるかって、そこまで、インスタグラムなんかを見ててもわーって思うことはないけども、少し前とかは、なんか、日本でも、あんまりこう、東京でも見かけないような素材を集めてきて、こう、いろいろ使ってるんやなっていうのが、
クリスチャンが多分辞めてる時期やったと思うけど、日ん。本にも多分誰かしらが残ってたんやと思うんだけどね。うん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 。で、こういうところにこうスピリットが受け継がれてんねんなっていうのを感じたようなことがあったけど。なんか、そうやね。日本だと、憲武さんって知ってる？はい、もちろん。名古屋の。憲武さんなんかはすごくそういう部分では、こう、新しい素材というか、こう、まあ、珍しいものに走っていくっていうのもまた違うかもしれんけど、いろんなものを使ってはるなっていう印象があるけどね。そう、なんかそういう部分でもちょっとジレンマみたいなのが、俺も感じることがあんねんけど、すごい珍しいものってたまに入ったりするし、なんだろう。こう、少ししかないものであれば、そういうのっていくらでもやっていけるなと思うねんけど、ある程度大きな仕事で、例えば、千本単位でいるようなものとか、あと、1ヶ月通して必要とか、だからそういう形になってくると使えないものって出てきて、だからそのインスタグラムで写真1個撮るだけのために、これちょっとだけ3本だけ入ってたから、めっちゃ綺麗なものとかで珍しいものずっと提案していくっていうのは、比較的簡単やと思うねんけど、ちゃんとビジネスとして成り立っていくような規模の仕事で、それをやっていくのは難しいなと思うし、でも、クリスチャンが見つけてきてたものって割とそういうところにも対応できたものやったんやな。あるなと思って。そうやね。だからそういうのをね、どん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 、こう、いろんな条件をクリアしていくような素材を見つけていくのもいいなと思うし。クリストでフっも、て、なんか新しいもん植えたりするとか、そういうことってどんどんしていくの？割と、まあ、頻繁ではないですけど、ありますよ。あと、1、2年で消えたものとかもあります。7、7、7、8年前にセリンセ流行って、で、どっから仕入れてきたかわかんないけど、セリンセの苗かなんかを植えて、翌年出荷してるの見ましたけど、それ以降は出荷してないです。あと、ライステリアなんかも割と最近な気がしますけど。あ、そう。7年前に来た時はあんまりなかった。黄色いライステリア、日本でも入るようになって。いや、あれは、どうやら品種っぽいね。あ、そうなんですか。紫外線の問題とかじゃなくて。多分ね。なんかユーカリは全然、色変わったりするっぽいねんけど。なんか同じ株から、ちょっとだけすごい黄色いの出てきたとか、なんかそういうの言ってやってるけど、なんか今、その黄色いライステラ作ってくれてる人の話聞いてると、それはどうやら品種っぽいけどね。そうなんですね。なんか土の成分とかもあんのかな？どうなんだろあ、この前、あれう。どうなった？ムーランさんのとこの話。あ、なんかね、今週行けなかったんですよ。木曜日行こうと思ったんですけど。あ、っていうのも、ムーランさんはね、話はもうしたんですね、先週。でも、アレックスのところは、なんかもう、お前帰んのこれだけだぞみたいに言われて、なんか、ムツシも全然良くないバラみたいなのさされて、また来るねって言ったんですけど、
なんかね、今9時から、違う、夜の9時から朝の6時まで外出できないんですよ。で、そのことを、証明書を持ってないといけないことをすっかり忘れて、朝起きて、まあ、ちょっと寝坊したんですけど、3時くらいに行こうと思ったのに、起きたのがもう4時あ、そで。で、あ、やばいと思って、まあ、でも行こうかなと思ったら、そのことを思い出して、あ、何にも用意してないからいけないやと思って行かなかったんですけど、はい、来週火曜日に話をしようと思ったんです。なんか、すごく。アレックスな、アレックスのとうん、こ。村さん気にしてますよね、谷口さん。え？最近見ないけど、日本にいるのかって村さん言ってましたね。本当。なんかエニーも最初、アレックスが売ってくれなかったって言ってたからね。ひどい。ハツシの店だって言っててもなんか 売ってくれなかったって言ってたよ、最初。人見てるからね。まあでも5時に行ったら全部予約で、そもう買えないです、アレックス。う。もう隠してオるレよ、ンジ多の分。ぐらいの。そうそう。あとなんか貼ってあったり、でも貼ってある、買われたのはもうくるまれてるけど、多分くるまれてないのは売りたい人がいるから、何もしないでいい。そうやったわ。俺も最初そうやったわ。もう、これはって言って、変だな、ミックスも。あことれはどうもうすやっんてねんっまていす。うやつな。そうやねん。で、毎回やって、たまにこれやったらなんとか使えるかなっていうの買って、ちょっとずつつないでいって。で、褒めて、前のあれよかったよって言って、で、ちょっとずつ、ピアジェにたどり着いていくっていう。私来年までピアにたどり着く。そうそう、まあまあ、押しかけますけど。まあ、でも、それも面白いよね。いいアイディアだよね。嫌がられる可能性すごいありますけどね。フランスの農家の花でっていうのがね。やっぱまあね、特色も出てくるし、プロが作ってるものね。あと絶対出荷するほどブースにこう出して売るほどの量はないけど、絶対に畑には残ってるので、綺麗なのが。まあ、それもあるやなのろでな。お金を、もらいたい。ミランさんはもう、かたくなにね、多分バカンスに出る。いや、バカンスでいないってずっと言われたんですけど。え、ずっと ?2 月までずっと行くのって聞いめんどて。くさいから。絶対いけるじゃと思うあまあ、様子を見ましょうって。行きますよ。いや、やってほしい。そうか。ねえ、これ。なかなかフランスももう来年はもうちょっと行こうかなと思ってんねんけど、どういう状態であれ。で、もうそろそろね、俺もその2週間隔離があっても、仕事を入れなければ、東京に帰ってきて、例えば夜中だけ店行って、ライブするとか、動画撮るなとるほど。か、まあそういうのはできるから、大きい一日のレッスンとか仕事を入れなければ、パリ行ってちょっと仕事してっていうのは、もうさすがにちょっとそろそろ行かないと、エニーもほんまに心配やし、で、車変えたりとか、なんかいろいろ、ああ、言ってますね。契約のこととかもいろいろあるから、ちょっと来年の多分ね、2月ぐらいには行くようにと思ってんねんけど。ね、またロックダウンしそうですけど、なんだか。大なん変。だかね。ね、どうなるでしょうね。まあでも、頑張ってやっていきましょう。そうか。ね、ローカルの話も。まあでも面白かった、あゆちゃんの話聞けて。こちらこそありがとうございます。ね、ちょっとコメントを遡って。このコメントってもうこの後見れないんです見れへか？んようになるから、
ちょっと、そうなんだ。そうやね。昔はこれ残っててんけどね。これ最初の頃は別にね、それほど違う。いろいろあれ、なんかな違かっったけど。あかよちゃんがね、サーヤもユウさんって言ってるわ。そうそう、さや、ゆうさんって言ってた。さきちゃんだ。かなこさん、かなこパリさん。かなこパリさん。はい、かなこさん、こんにちは。コメントしてくれてるね。最近、うゆみさんとかからの紹介で、ん。うん。うん。日本、在仏の日本人の方たちがやってる教室とかに興味があり、この間ワインの会っていうのに行ってきました。パリで。パリで。パリのビルに住んでる人って。見てで、るかな？その見方たが、さ。かなこさん。かなこさんはまだ私、お料理教室とかやってる方なんですけど、パリテーで。ブル講座なんで、そう、パリ。パリ来るのか。そうそう。で、ゆみさんが行ってて、で、ゆみさん返してお話してくれて、私の。で、配達したんです、この間。で、昨日レッスンにも来ていただいて。そっかそっか。そいいうそう。ね。先ほど YouTube でお話ししていた上野ファームで、ガーデンのお花を使ってフロリストの方がアレンジしているのを見ましたよ。あ、そういうね、北海道いいなって言って、北海道にファームを持ちたいなみたいな話をしてたのよ。冬大変だと思いまかすやけちど。あ、かやこさん。ゃん。かやちゃん、うん。かよちゃんも何回か会ってるもんね、ゆうちゃんね。かやこさんね、今会ってます。パリで多く会ってるかな。そうやね。サキフルーさん。それ、こっちのさきちゃんね。中田。さきちゃん、はい、はい、練習に来たとき。吉垣フラワーファームさんって、いなかったですか？生産者で。吉垣さん。どこやろ草花とか作ってる方で、う。何県だろう。何県だったかな、忘れちゃったけど。彼は割と生産者、もちろん生産者としてというか生産者寄りなんですけど、私みたいに自分で切ったお花をブーケにして届ける、配達するっていうのをやってて、吉垣さん。なんかちょっと面白いなと思って、私はフローリストから入って生産に行ってそういうことしてるけど、彼は逆で、生産がメインで、ラッピングは勉強中です、みたいな感じで、なんかこう、ブーケ作ってて、なんか面白いなと思って、日本でそういうことしてる。なんか最近でもまあ三地さんもね、なんか片桐さんとか、長野の片桐さんとか、いろいろ自分でいろんなものを、珍しい刃物とかも少量ずつ作ってたりとかして、でそういうの自分でブーケ束ねたりとかして販売したりとかしてる人もまあ増えてきたね。和原のね、ローズファーム刑事の健一君とかもね、自分でフロリストの仕事みたいなことをしてね、やってるそうで人すも。ね、だいぶ前かも。そういうのもいい形やなと思うしね。面白い。かよちゃんが、ゆうさん、アンテラリエでご一緒でしたね。でした。そうだ。違いますよ。サントロペが最初です。サントロペに私は行ってないんですけど、あ、最初、水揚げのそう。時にか。すごい、なんか、そうそう。なんか私、ひどい感じでしたよね、あの時。なんか、これやっといてください、みたいな。なんかすごい失礼なこといっぱいと気がする。すごく無口なイメージだったって言われそんなことないんですけどね。る。あ、ジャーマニーから来てますよ。すごい。
そうなんですよ。そうか。はこんな感じでした。はい。い。まだじゃあ、引き続うん。き、いろいろ、また機会があれば、まだちょっと個別に話も今後どうなっていくかみたいなのも。はい、ぜひぜひ。はい。パリ店もちょっそう。うと気にかけてあげてください。ん、言ってるんですけどね、あ、本当、もし、ありがとただ、なんか木曜日、金曜日の配達、私の配達のある時にかぶって結構あ、本当。必要だったりするみたいで、そっまあ、そか。れ以外の曜日は、うん、いつであれも。さ、うん。ゆうちゃん、まあいいよ、後で、ちょっとそれ、後で。谷口さんまだチェラユ来てないんですか、ね、俺、そうやで、一回も行ってないね。あれ、なんでこの間来れなかったんでしたっけ、マキさんたちが来たとき。なんか言ってたけどね。あ、ユターイリがミン具合グが悪合わかった。へんかったんちゃう？そうでしたっけ。どっちかのタイミングが。俺らかな？なんかどっか行ってもうたんやったかな？違う違う。あ、ユーリが具合悪いとかな。あ、あ、息そう子やそうが具や合そうやそうやそうや。悪いそとうかな。や。あ、そうそうそだ。うそう。また行かしてもらいます。来てください。エステルもね、行きたいって言ってたからね。あ、そうそう、エステルって呼ばれてるんですよ、私。フォンテーヌブローあ、本当？の。うん。ロいいッよ。クダウン解除の時に行くって言ったけど、なんだっけな、パパがパーティーも用意しちゃったから、ちょっと延期でってなって。で、その後急にイタリア帰るって言い出して。で、延期になって。今ままだ帰ってんのかな？今休み、学校とか休み？た、秋休みで帰ってるみたいですね。あ、本当。飛行機乗ってましたね。そうそう。カパルビオよ、また。まあ、セラユは谷口さんしてくださいだって。ああ、ぜひぜひ。行こう。ねじゃえ。あ、いいね。みんなで来てくだやりましさい。ょう。やりましょう。次の車はね、うち、オートマで、8人乗れる車に変えるんで。かたくなに マニュアルにしてたんですか？いやいや、もう値段が全然違うあ、の。全然違う。全然違いますよね。燃費とかも。私、お金が、止まらないですね。すごいそうからそね。う。そうなんですよ。まあでも行きまはい。す。ぜひ。ぜひ、ちょっとくだね、さいろいろ今のうちに企画して、落ち着いたら、い。ね、やりましょう。パンも増えるんちゃうかな、なんか行けるってなったら、パリも、みんな行きたかった人が、わーって行くんちゃうかなと思うからね。ね、まあ日本に帰ったときに大変だけど、そうそう来そうれるっそう。ちゃ来れますからね。まあまあね。頑張ります。はい。はい。ありがとう。ありがとうございあましりた。がとうございます。はい。ということで、これ YouTube にまたアップしておきますので。はい。そこで、概要欄に。ホームページとかあるんやったっけ？ないで、インスタグラムの方に窓口になってる。で、そのアカウントを、YouTube の概要欄に入れとくんで。あ、わかりました。ありがとうございそこからなんか、また繋がればます。と。はい。はい。はい、ということぜひ。で、お疲れ様でした。ありがとうございありがまとす。うございます。はい。またまた。この後食べるんですか？一人で。え？この後？俺ももう、終了します。そうなんだ。はい、わかりました。はい。ではでは。ありがとうございまあしりがとた。うございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ああ、もう皆さん長くお付き合いいただきまして、ありがとうございます。コメントあんまり読めずにね、申し訳ない。ね。いやー、まあ面白いですね。なんか、ローカルの話にすごく答えが出てくるわけじゃなかったですけども。フロリスの対談、面白いですね。まあちょっと知ってる、ぐらいがやっぱり質問とかもしやすくて面白いかなと思いました。はい、またやります。またいろんな人とやりたいなと思います。なんかリクエストあれば、誰と対談見てみたいとかリクエストあればね、ぜひ。まあ、ここに出てくれるかどうかわかんないけどね。誰
言ったって出てくれるかどうかっていうのは分かんない。すごく面白かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、よかった。はい。ということで、これまた YouTube にもアップしておきますので、また YouTube でも見てください。ありがとうございます。めっちゃ長くなった。風呂入って寝ます。ということで、ありがとうございました。では。お待たせしました。市場直送便を飾ろうの動画になります。